こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジーを始めていきたいと思います。いつも会社に泊まってると思われる。まずはいつもの通りトレーニングを。こんばんは。コロコロしあってばっくりだよね。カナの仲良し度がアップですね。ストーリー見てみましょう。そうだ、これ鍛えないといけないんだ。まだいけるよね。ちょっといいですか？お願いしたいことがあるんですけど。ルールだ。これでちょっと困っててさ。サンキュー、おかげで助かったぜ。プレゼントたくさんいただいてます。キララポイントもたくさんありますね。いろいろもらえます。強い、強すぎる。でかくなってあるルームか。リクエスト行きましょう。あと6日か。これからたくさん特訓して強くなる。超強敵クエスト行きますよね。相手が強いほど燃えるよね。まあそうだ、挑戦権が足りないんだ。よし、今日も頑張るぞ。強敵か。やってみますかね。もちろん鈴風アオバル。それでは行ってまいります。挑戦。あ、ちょっと怖いかも。強っ。結構有力ですね。反省が足りないようですね。
するんだ。ダメージ与えますね。ちょっとここでポイントが、トールとトールだよね。一定ターン中ダウンか。さらに敵全体のコーダーダウンなら、そこを使っちゃってもいいかもしれないですね。
体倒したでしょ。まだ残り1体になりました。回復はあるのか。あずにはピンチ。自分が守りに入ります。そこです。あとお願いします。しかしアズニア間に合わなかった。死んだ。まだまだこれからだよ。すごい攻撃力だ。血を守った方がいいのかな。そう簡単にはいかないよね。そんな。さあ、どんな時も頑張るぞい。子供扱いしてやめないでください。そこです。で、オーブを使います。そうです。うん、体力が限界。いいで。入れ位置じゃ済まさねえぞ。お、結構ダメージ与えましたね。ほら、そんなだったな。こんな感じでどうですか。あ、もういないんだ。そこです。一発じゃ無理かもね。動きが鈍いぜ。行きますよ。頑張りこい。一気に倒しました。きっと勝てるって思ってました。おっと、ニューゲームの星結晶が得られます。インプットして新しいアイデアにつなげないと。対決はできるんだけど、今の状況だったら厳しいよな。インプットして新しいアイデアにつなげないと。曜日クエストだけやるか。さあ、これでいきます。地の絵やるっきゃないよね。覚悟できてますか。やりましょう。かけてます。使い方悪かったかもな。中国一円になるお風呂。これをこうして、合わせて、コウペ気合を入れて、いざ。
甘いものパワー見せてあげる。ドーナツ食べよ。ここにお前のエネルギーを解き放って。それって今の攻撃やっぱり強いですよね。3体とも倒しました。さあ、ボス戦だ。もう一度甘いものパワー見せてあげる。ドーナツ食べよ。ここにお前のエネルギーを解き放って。そして一生そばにいてくれ。それって強い。やったね、みんなのおかげだよ。海でヤスだ。よし、やっていこう。来たな、負けっかよ。オッケー、いい流れです。こっちかな。やるしかないってことね。いきなり使っちゃいましょう。こういうの行くからね。えい、あれ大丈夫ですか。慣れないことしちゃったから。まあ、いろいろやっぱりスキル見るのは楽しいですね。結構強いなこの子。2万3000のダメージ与えました。となるとコンボ属性になります。これも立派な戦術です。すっごいの行くからね。敵を見たんで、もちろんこちらも余裕で倒します。いい流れ。すっごいの行くからね。えい、倒しました。はい、お疲れ様でした。見事。結構あのさっきの学校暮らしの彼女を使えますよね。コインも集められます。やってみましょう。しかも超級を。お金はいくらあっても十分ですからね。まずにゃん。行きましょう。
いいですね、貯めます。いや、貯めます。やっぱり強いですね、あのキルミーベイベーのヤスナは。あれ、これじゃこんな攻略。一体倒した。戦略でいきます。マヤマタも行きましょう。いいですね、いい流れ。3位、なもみじを仲良し度がアップしました。頑張るぞい。うん、うん、ありがとうございました。はい。そうですね。なるほど、ありがとうございます。そうなんですね。食べる。嬉しい。食いしん坊なんですかね。すみません。サンキュー。おかげで助かったぜ。石をいただきました。いつも会社に泊まってると。はい、というわけでですね、細かいクエストをやっていきました。特にあのイベントとか収集とかじゃなかったんですが、で収集やるか、収集で思い出した。終わりと思っただろう。よーし、ま、こんなもんだね。全部そうか。土属性ってさっきやったよな。ま、こんなもんだね。一応かなり入れてみましょう。スリルがありますね。緊張します。まだ。調子に乗るな。何するんだ。強いです。ここは事前の策。お二人弱いですからね。こっちかな。恨みっこなしだからね。えい、はあ、で、そこに行きたい。何するんだ。調子に乗るな。強い、知の強い。
そうね。覚悟できてるんでしょうね。自信は回復です。ちょん、知能はお願いします。少し待ってください。こう、こうしてできました。どうぞ。駆逐してやるですね。勝ててよかったです。再挑戦です。お手柔らかにお願いしたいです。やめてよ。体がついていきません。みんな元気を出してくれ。はあ、おっと残念。しかしここで ですね、これ知能だけで終わらせることできそう。使ってみますか。あー、これ知能使っちゃうや。なかなか強いですね。これ知能の特性ラテアート使ってもな。しつこいよ。あっち行け。オッケー、溜めた。調子に乗るな。皆さんお願いします。少し待ってください。やっぱり強いですね、知能。OK です。さあ、これでいけるかな。すごい強いレーザービーム。勝ちました。やりましたね。お疲れ様でした。ま、こんなもんだね。お、またミッションを次々クリアしていってます。ちょっと手伝ってほしいんだけど。サンキュー。おかげで助かったぜ。では、トレードのとこに行ってみますか。でいいのかな。夜こそ取引の時間。限定交換かな。今のおすすめ。変えられない。10万枚あっても仕方ないですからね。特殊召喚もできない。おさらばです。進化できるんかな、誰か。誰も進化できないけど、限界突破ですよね。これが小石ヶ崎ルルナの。
フォロワーさん増えちゃうな。私もまだまだ若いんだ。ハウス先生も。もう一人だけ行ってみますかね、限界突破。さあ、誰にするか。そうですね、ミリーナイトメア。シャオ、私ちゃんと、わー強くなった。はい、これで順当に限界突破を、行ってみました。せっかくなんだし楽しまなきゃね。はい、お、またミッション達成。わあ、ありがとうございます。全デイリーミッション達成です。衣装をもらいました。で、私は、これにて、キラーファンタジア今回はいろいろなクエストをやってみました。特に超強敵クエストはサッカークエストの超強敵クエストはやっぱり、コンティニューしないといけなかったです。でもやっぱり鈴風青葉は強いなって思いました。いや、本当に嬉しい助っ人だなと思います。はい、負けずにこちらも頑張りたいと思います。今チャンネル登録1000人を目指しております。ぜひぜひあと100人ぐらいですので、チャンネル登録ご協力よろしくお願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。また、関連動画動画プレイリスト、この残りの20秒で表示されます。お時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。